山田です。本日はニョロモのコミュニティデイということで、7月の30日ですね。今日は、全国的にですね、熱中症のリスクが高いよと、はい、アラートが、39都道府県で出ているとのことでございます。東京も本日36度が、ね、最高気温でして、で、まあ、あのコミュニティデイト14時17時じゃん、一番気温が高いタイミングじゃん。そう、36度です。まあでも、やっぱね、駅前なんでこの辺はね、あの上野に今日来てるんですけども、やっぱあの日陰がね多いので、まあ、そういったところでね、歩いていこうかなと思ってはおります。で、今日ちょっとあの僕がね、ちょっと撮影の前にですね、まあ、ちょっと軽くねお仕事がありましたんで、それの関係でちょっと開始が遅れております。もう間もなく15時ぐらいですかね。まあ何はともあれですね、本日も17時までちょっとね、まずはニョロも色違い出していきましょう。やらかした。今気づいた。家に5++ 置いてきた。はい、で今回の、ね、コミュニティデイなんですけども、この付加キャリーの4分の1ボーナスがあるんですよね。そのおかげで、はい、7キロ卵でスーパーフカスを使って 1.2 キロでございます。短すぎ。今ね、7キロ卵割りを毎日ねやっているので、今日はこのコミュニティ中にですね、もう上限余裕でこなしちゃいそうです。はい、今回ね、ニョロモのゲットリサーチということで、王冠がね手に入ります。ニョロトノにするためにですね、はい、こちら必要なんで忘れずに受け取っておきましょうね。とで、あと有料のリサーチもね今回買ってあるんで、それもね、まあ、進めていきましょう。ということで1ページ目の報酬見ていきます。色違いかどうか確認。普通ですね。いいよ、これちょっと、はい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 、ゲットチャレンジ通常から。やっと出ました。まあといっても撮影始まってから、20分ぐらいか、いつも通りだね。うん、全然ね、もういいんですけども、いいんだけどね、全く問題ないんだけども、今月ね、7月ゼニガメのコミュニティデイが2回あったじゃないですか。まあ、正確には1回目が復刻コミュニティデイで、その復刻の、まあ、ちょっと補填みたいな形で開催されたやつなんですけれども、その補填の方はね、僕動画を撮らずにライブ配信していたんですけども、このライブ配信がね、あれだった、いっぱい色違い出た。動画撮ってたのの2倍ぐらい色違い出た。どういうことだったんだよあれね。うん、ということで、ニョロモの色違いゲット。じゃあ、あざっす。はい、さあ、君は強かったりはしません。最近はね、まあ強い弱いだけじゃなくてね、その子のねサイズもまあね、よかったら、その今後使っていきたい、そのお披露目あるじゃないですか。うん、あの機能ね。でも実際さ、僕実はお披露目あんまやってなくて、というかやってないというか、置くんだけど全然その XXL 強い大きいやつっていうのをですね、その対象の時にあんま引けてないので、あんまねこううまいこと恩恵受けてないんですよね。ちょっとあれなんですよ、だから悲しいあんまり有効活用できてないんですね。はい、よし、引き続きやっていこう。はい、2ページ目のタスクだよと。はい、こっちで今日は強いのとか色違いとか拾えないかな。うん、どっこいしょっと。おい、うん、さっきより低め。よし、2匹目。なんか最近さ、こうフルフルでやってないとかさ、なんか何か別のことのついでにやるコミュニティの方が色違い確率が高い気がしますね。よいしょ、上野でやるコミュニティの一番効率いいところ来たよここが一番の密集率だよ。お、よーし、3匹目。やっぱ早いな。ほい、来た、3ページ目。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい。足低いね。3号を超えてるのが見たいな。さあ、こちらも開けていこう。お強いのお願いします。あ、ちょ、あんまー、変なとこにタップしちゃった。はい、こっち。
高級魚わからん。捕まえましたよ。個体値よいしょ。もう一匹。はい、ニョロトノ997。これ強いのか弱いのかわからん。タスクさんのニョロトノとかさ、今まで見たことないからさ。弱っ。はい、ラストはニョロボン1089。これは強いのかな。いよいしょっと、せい。まあ中くらいか。今日はタスクあんまり運良くないかな。よいしょ。はい、バカデカニョロもいらっしゃい。コミュレってさ、数がやっぱいるからさ、この時にさ、初めてクセクセル取ったよとかで、逆も取ったよ。あれ、また出てる。なんか XXL 運今日いいのかな。さあ、今16時になりました。あと1時間ですね。しっかり水分補給しよう。飲むとさ、足りてなかったことに気づくんだよね。本当に危ない今。あの最近さ、空調服っていうのがさあるじゃないですか。あの背中のところにパンみたいなのついててさ、ウィーンっていって、であれもう僕ロケ結構するしなと思って買うのを検討したんですけど、あの一個ちょっと致命的な弱点を見つけまして、あの僕こうやって動画撮るじゃないですか、マイクとかあるんですよね、空調服ね、あのうるせえ、うるせえんだあれ。困ったことに僕がこうやって喋ってる時にさ、ずっとメロンみたいな音がしてると困るでしょ。だからなんかね、僕が見に行ったやつがたまたまうるさいだけの可能性もあるから、今ね静かな空調服探してます。はい、知ってる方よかったら教えてください。はい、4匹目。やっぱ肩の力抜いてる方が出やすい説ちょっとあるぞ。あと30分ほどで終わります。やっと温度下がってきた。つってもまだ32度とかそれくらいあるんですけど、これね、来月夏休み、まあもうてかそもそもこのコミでもう夏休みシーズンだけどさ、なんか温度多分8月も下がんないじゃん。で次何来るのかまあ分かんないけど、これがねめっちゃ美味しいコミュデだったとして、いつもよりも本気出しちゃうぞみたいな、そういう方がいっぱい出てきたら本当気をつけてください。もう今日も暑いから、多分ね来月のコミュデーもね、もう本当に真っ只中なんですよ。てかまあ来月はね、そもそも激アツイベント連チャン連チャンなんで、コミュデーに限らず本当みんなね熱中症対策だね、倒れないように気をつけようね。僕もねもうあの結構こまめに日陰入って一応やるようにしてますんでね。はい、ということで17時回りました。お疲れ様でした。いやーもう汗びっちゃびちゃの状態で帰ってまいりましたよと。もう早くお風呂入りたいよみたいな気持ちになっているんですけども、まあその前にしっかりですねちょっとね内容見ていきましょうか。まあ今ねアディショナルレイドがね一応出ているので、頑張って追いかけようと思ったらもうちょっと色違い増やそうと思ったら増やせるんですけども、まあまあいいかな、うんって感じです。XL の飴は、まあ、なんか普通300とか超えたから、なんかその、もっと強化したいよ、みたいな、ニョロボンとかもっと強化しようかなって思ったら、まあ必要な分ぐらい以上溜まったんで、まあいいかなと。はい、いった感じですね。ということで、じゃあまず、今回色違い何匹取れたのかちょっとチェックしていこうと思います。はい、今回ですね、僕がゲットした色違い、ニョロモが6匹ですね。はい。なんか前回のコミュデーが確かね、色違いね、結局2桁いかなかったんですよね。8だか9だかあたりだったと思うので、で前回は普通にフルでやったでしょ、で今回1時間ちょっと遅れたでしょ、まあペース同じだね。めちゃくちゃいつも通りのペースで色違い出てました。まあこんなもんですね。ただまあここにねあの5プラスプラスがさらにあれば多分ね数字もうちょっと伸ばせたんじゃないかなっていうね、まあ気はするんですけれども、はい、皆様はですね今回のニョロモのコミュニティで色違いどれくらい取れましたでしょうか。よかったらですねコメント欄で教えてください。でね僕ね調べてみたらですね、色違いの、ニョロモはもちろんだし、ニョロゾね、ニョロトノは作ってるんですよね過去にね。なのでちょっとニョロボンかな、はい、
色違いニョロボン、今回作っていこうかな。じゃあ今回捕まえた、はい、ニョロモで、ちょっとボンにしてあげましょう。色味的にはね、このニョロモとニョロゾの淡いさ、ちょっとあの水色感ですよね。が、このね、色違いの中ではね、すごい好きなんですよ。これ可愛い、この色味。なんで、まあそのままね、はい。よいしょニョロボーンにちょっとね、じゃあ進化させましょう。今までね、片方だけだったんでね。まあでも色違いいたんで、なんかいなくてやってなかったってわけでもないんですけども。はい、色違いを作るのはちょっとあれだなと。はい、スルーしてました。はい、ということで、色違いのニョロボンゲットぜ、ありがとうございます。これでね、はい。もうニョロ一族の色違いは、全部ですね、一応ボックスの中にいる感じになりましたよと。で、今回はやっぱその高個体値っていうのね、まあのタスクさんのやつらもね一応いたので、その辺の中でまあニョロボンかなー一応作るのは今回のその限定技ですよねが、まああの PVP 的にはめっちゃいいぜっていう、まあ、評価になっていたので、まあもちろんね作っておこうとは思うんですけども、ただまあそんなそんなに僕ね、そもそも PVP やる、感じじゃないので、まあなので、まあ持っときゃいいかなくらいの、感じで一応用意しておこうかなというふうに思っております。どっちかっつうとニョロボンかな。うん。ニョロボンね、あの、ロケット弾戦で使うんですよね、僕ね。うん。あの、ルカリオだとちょっとあれ相性良くないぞみたいな時にですね、ニョロボンも使ったりとかもするので、はい。まあちょっと今後のですね、活躍的には僕はニョロボンの方が、はい。ちょっとね、ニョロトノよりは多そうな気がします。はい。ということで、もうこれ終わって次も、でも8月すぐになるじゃないですか。もうね、8月のポケモン GO のイベント内容も結構バババババと発表されまして、となってくると気になるのはやっぱりね、次のコミュニティなんですけれども、やっぱあのカエルな気がすんだよな、夏だろう。まあでも9月の可能性もあるか。ね、うん、全然あり得る。その、それくらいは期間空く可能性あるから。だからね、8月どっちかな、なんかめっちゃみんなが喜ぶような激レア出すのかな。でもあんまりレアすぎるやつをさ、出すと熱中症大丈夫っていうさ、そういう声もまた、あの、プレイヤーの方から上がってくるから、まあいい塩梅でやっていただきたいですね。はい。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまた Twitter、Instagram やってます。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、パンダチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。